では続けていきたいと思います。では次です。次は中国のユー・シャオチェンさんです。タイトルは日本の生活習慣です。お願いします。皆さんおはようございます。私は去年の3月に日本へ来ました。主人は日本人ですから、日本へ来る前に時々日本語を教えてくれました。例えばおはようございます、これはいくらですか、ありがとうございましたを教えてもらったので、日本の生活大丈夫だと思いました。でも日本に着いた時、皆さん日本語しか話さなくてとても早かったですから、私は全然わかりませんでした。今日本に1年半くらい住んでいます。 YWCA で日本語を勉強していますから、日本の生活の日本語は大体わかります。でも日本の生活習慣にはまだなりません。初めて日本のレストランへ行った時、私は刺身セットを注文しました。刺身と味噌汁と茶碗蒸しとサラダと漬物とご飯と甘いものがついていました。この時私はお腹が空いていませんでした。だから漬物とご飯は食べませんでした。主人はセットの料理全部食べてくださいと言いました。私はお腹いっぱいですと言いました。主人は全部食べなければなりませんと言いました。最後主人は全部食べました。どうして主人は全部食べたか今わかります。日本人は食べ物を大事にします。豚はとても良くないです。もし食べないとき注文しないと分かりました。日本の温泉は有名です。でも初めてのときとても困りました。日本の温泉は男と女の部屋が違います。温泉に入る前に皆さん全部服を脱ぎます。お風呂に入る前に体に湯をかけます。私の国の温泉は全然違います。男と女は同じ部屋ですから、ひつぎを切って入ります。最初とても恥ずかしくて温泉に入れませんでした。この温泉は夜1時まで空いていましたから、私は12時半にもう一度温泉に行きました。この時温泉に誰もいませんでしたから、私は入ることができました。いつも温泉に行きますから、今日本の温泉の習慣になれました。とても楽しいです。日本人はとても丁寧で優しいです。とてもいい習慣がたくさんあります。私は外国人ですから、まだ日本の生活習慣になれません。頑張って日本の生活に早くなれたいです。ありがとうございました。では次です。